今回はですね、トリノの、水の話をしてみたいと思うんですけれども、なぜトリノと水かということなんですけども、トリノ、ラックアという記事なんですよね。イル・トリネーゼというネット上のメディアなんですけども、そこの2020年12月30日付のですね、記事にですね、まあ、このトリノと、水ですね、アクアってね、英語でも水と言いますけども、イタリア語のアクアの場合はこう C がね、英語だと、C が入ってなかったと思いますけど、アクアですね、ラックアというふうに言いますけどもね、水ですよね、水ということで、まあ、トリノというのは川が流れていてですね、まあ、そこの水にもね親しみのある町なんですけども、まあトリノというとダリオ・アルジェントのですね、映画ですよね。まあ、一番有名なのはやっぱりサスペリアパート2、プロフォンドロスだと思いますけどもね。まあ、その他スリープレスであるとかね、2番目のでね、私は目撃者であったりですね、3番目の4匹の灰であるとかですね、まあ、いろいろですね、トリノではダリオ・アルジェントの映画って多く撮られてるんですよね。まあ、ということで、まあ、トリノというのは、むしろね、ダリオ・アルジェントのファンにとっては聖地であったりね、するんですけれども、まあ、トリノと水についての、まあ、記事がね、載っていたわけですよね。そこの中でですね、まあ、今回はちょっとイタリア語も兼ねてですね、イタリア語の勉強というほど勉強ではないんですけどね、イタリア語の記事でね、こんなのがあって、まあ、ダリオ・アルジェントについても言及がありましたのでね、そこのところをちょっとお話ししてみたいと思います。ということですのでね、あんまりちょっとね、文法の話とかね、そのイタリア語の勉強するわけではないんですけれども、まあ、こういう記事があるよということで、まあ、イタリア語は当然こう後ろにちょっと書きましたけどもね、まあ、あんまりことですからね、映画以外に興味がないとかね、イタリア語なんてこう全然こう見るのも嫌だっていう方はですね、この辺でやめていただいた方がね、いいかと思いますのでね、いうことで、引き続きですね、まあ、こんな風にね、ダリオ・アルジェントっていうのはイタリアの特にトリノの人々にとってリスペクトされているよとかね、誇りに思ってるよというようなところをね、お話ししていきますので、まあ、その辺を知りたい方はですね、引き続き最後までお聞きいただきたいと思いますけれどもね、という形で、まあ、ちょっとどちらかというとこれ上級者向けの話なんでね、なんすかね、ホラーの話以外は聞きたくないという方はこうね、むしろやめていただいた方がね、いいかなと思います。まあ、やめていただくというのはね、ちょっとあれですけどね、他のね、ところを見ていただいた方がいいと思いますけど、ちょっと今日はね、そういう形で、鳥のと、水についてのね、お話をね、していきたいと思います。ちょっとイタリア語になりますのでね、その辺の解説も少し入りますけどね、ちょっとご容赦いただきたいと思います。というところですよね。ということで、鳥のとですね、っていうのは、ですね、鳥のと水ということで、こういう記事があったわけですけど、ちょっと読みながらですね、どういうことでダリオ・アルジェントについてですね、言及があるかということなんですけども、まあ、非常にですね、トリノの人々といいますかね、トリネーゼですよね、トリネーゼにとってはですね、こうダリオ・アルジェントっていうのはこうやっぱりサスペリアパート2をにそのすごくね、いい場所が出てきたと。サスペリアパート2、あとはまあね、いろんなアルジェントの映画も撮られているということで、まあ、非常にこうトリノがね、有名になった、特にロケ地巡礼とかね、いわゆるこう聖地巡礼みたいなところでもですね、アルジェントの映画というのはね、非常にこう、有効活用されてると言いますかね、そんなところですのでね、非常にこうね、スーパー、ある意味ね、スーパースターだと、トリノの人々にとってはね、スーパースターであったり、こう、やっぱりこう誇りに思ってるところがあると思うんですよね。というところで少し入っていきたいと思いますけれども、こうですね、まず最初ね、これ記事の中の最後のパラグラフにある文章だったんですけど、やっぱりこうすごいなと思ったんですよね。まあ、ちょっとずつ読みながらいきますね。インフィネってこと、まあ、最終的に結局はとかね、ファイナリーっていうような感じですね。ドープバリエ、ビチチティトゥディーニっていうことですね。ドープっていうのはアフターですね。ですので、まあ、たくさんの変化の後でということですね。まあ、結局たくさんの変化の後でということで、ペルイルポー、ペルラ、ドラアリーバイルベロモメントディグローリアっていう言葉なんですけども、これどういうことかというと、ペル・イル・ポーと、ドーラにとってですね、モメントっていうのはモメントっていうことで、まあ、瞬間ですよね、まあ、グローリアっていうのはグローリーということで、栄光の瞬間が、まあ、本当の栄光の瞬間が、まあ、来ましたよということです。で、ポーとドーラって何なのかなっていうふうに思われるかもしれませんけど、ポーとドーラっていうのはサスペリアパート2ね、皆さんご覧になっている方の方が圧倒的に多いと思うんですけど、カルロとマークですよね。最初に出会う広場ってありますよね。で、後ろに彫刻があって、こう、噴水といいますかね、こう、水が流れていて、要するに、カルロがね、こう、酒に酔って酔っ払っていって、こう、噴水の傍らにこう、座り込んでいると、ピアニストのマークがこうね、歩いてきて、二人が出会っていくというシーンがありますよね。で、そこの後ろにね、こう、大理石の彫刻があってですね、こうね、大きなね、男の像があって、そこの下からこう、噴水が流れてるという有名なシーンがありますけど、あれがですね、要するに男性像がね、あるんですけど、あれがですね、まあ、ポーの神というかね、いうかですね、実を言うとですね、あそこの横の方にですね、こう、女性のこう、像があるんですね。それがドーラの像って言って、
要するにあの広場、CLN 広場っていうんですけれども、あそこのところっていうのはですね、こう、トリノを流れるですね、ドーラ川とポーガーと2つの川があるんですけど、そこのあの2人の、まあ、神といいますかね、を表現した像が2つあるわけでね。で、マークとカルロがですね、その演技をしている場所というのは、このポーですね、ポーの像の前であるということなんですね。ということで、まあ、ポー川と、ドーラ川というのがあるんですね。まあ、そこにとってということで、まあ、真にですね、まあ、栄光の瞬間がやってきましたよと、やってきたのであるということですね。ですので、ね、あのシーンというのはすごくね、映画のファンにとっても有名ですしですね、まあ、トリノの人々にとってもすごくね、栄光であるということで、まあ、グロリーの場所であるということがわかるかなと思うんですよね。で、まあ、ラピアッツァ、広場ですよね、そこのカルロとマークが出会った CLN 広場。Venne scelta nel 1975 っていうことで、ダルレジスタダリオアルジェントペルアルクーネセナデルフィルムプロフォンドロッソというふうに書いてありますけど、要するにですね、どういうことかというと、1975年ですね、ダリオアルジェントのサスペリアパート2をね、公開した年が1975年です。で、75年にですね、まあ、監督レジスタですね、監督のダリオアルジェントがですね、まあ、いくつかのシーンをですね、サスペリアプロフォンドロッソ、サスペリアパート2のですね、まあ、いくつかのシーンをですね、選んだと、このピアツがとしてですね、この広場が選ばれたということなんですね。ですので、あの CLN 広場が選ばれたということ、ダリオ・アルジェントによって選ばれたというのがすごくね、まあ、栄光の瞬間だったということですね。で、そこによって何が起きたかというとですね、2万年度インプレッサペルセンプレシアインウナデルデペリコーレシネマトグラフィケピューコノシュートシアネラメンテデリアパシオナーティデローレということで、ちょっとね、イタリア語をご存じの方はね、十分わかるかなと思うんですけど、まあ、何が起きたかというとですね、要するに、まあ、ペルセンプレっていうのはフォーエバーね、永遠にということで、永遠に、まあ、刻まれたというかな、インプレザリマンド、まあ、残り続けるということですね。まあ、どういうことで残り続けるかというと、まあ、まず一つとしてはですね、映画の、まあ、最もですね、このシュートということで、最も有名な映画の、一つとして永遠に残り続けるということとですね、もう一つはですね、ホラーのファンの間の、メンテですか、心ですね、ホラー映画のファンの心の中にずっと残り続けるということで、まあ、これがですね、あの場所が、まあ、栄光を勝ち得た瞬間だったということなんですよね。ですのでね、その CLN 広場ね、トリノの CLN 広場というのは、いかにね、このダリオ・アルジェントのサスペリアパート2があったゆえにですね、こう栄光を勝ち得たかというお話なんですよね。まあ、そんなような記事なんですね。要するに、まあ、もう一回まとめますとですね、あの CLN 広場というのは、まあ、前からねずっとあるわけですけども、あそこが本当にですね、グローリアですね、本当の、栄光の、まあ、瞬間というかね、モーメントを勝ち得たというかな、になったというのはですね、いつからかというとですね、その広場がですね、ダリオ・アルジェントがCLL 広場ですね、サスペリアパート2のロケ地という形で選んだ、いくつかのねロケ地として選んだ時だったよということで、まあ、それによってですね、何が起きたかというと、結局ですね、まあ、永久に残り続けると、まあ、ですのでね、まあ、この筆者にとってはプロフォンドロストですね、サスペリアパート2という映画は、まあ、未来永劫残るべき、まあ、名作ですよね。傑作というのは、こう、例えばね、こう、ジャンクされてね、映画史から消え去ってしまう作品というのも世の中にたくさんありますけれども、まあ、サスペリアパート2というのは、こう、ここに、まあ、ペルセンプレという言葉がありますようにですね、こう、絶対失われるものではない、こう、やっぱりこうね、もう、いつになっても残り続ける作品の一つとしてですね、最も有名な作品の一つとして、CLN 広場が映画にこう、刻まれてるということなんですよね。ということで、まあ、この広場は栄光を勝ち得たということです。もう一つはね、まあ、そこに映画とともにですね、まあ、ホラー映画のファンの心の中にあの場所というのはこうずっと残り続けるということなんですね。まあ、心の中に残り続けるということで、の心に刻まれている場所であるということですよね。ということで、まあ、そういった意味でですね、あの場所というのは、まあ、栄光を勝ち得たんだということなんですよね。ということです。はい。まあ、今回はちょっとこのイタリア語の記事に、まあ、こういうね、こう非常にこう、ダリオ・アルジェントのね、あの場所を選んだということ自体がですね、もう本当に奇跡的なものでですね、それによってあの場所がこうね、素晴らしいものだということで、まあ、未来永劫残る場所になったということですね。まあ、もちろんね、映画よりもはるかに前にあの場所はあるわけですけれども、特にですね、あの映画がこう、やっぱり全世界でね、まあ、多くのファンをつかんだということですね。特に多くのファンをつかんだだけではなくてですね、これ、かなりの熱狂的なファンですよね。まあ、特にですね、このチャンネルをご覧になっている皆様だったらわかるかと思うんですけども、サスペリアパート
ート2のあのシーンですよね。あの場所絶対行ってみたいなとかね、あのもし機会があればね行ってみたいという方がまあ多いと思うんですよね。ということからすると、非常にあの映画があるかないかでこの場所の価値というものはね全然違うんだということをね言ってるわけで、まあこの、記事からもですね、あのいかにあのサスペリア2も愛されていてですね、それによってあの場所ですよね、あの場所自体がこうね光り輝くようなものになったということをね端的にこう示す記事というのがこれなんではないかなと思います。はい、ということですね、ちょっとはこう回りくどい話になりましたけどね、今回はこれで終わりにしたいと思います。